にちは、星徹子チャンネルです。奈良から東に向かって今走っております。それでは松田神宮へ出発。あー、そこまで行かねえの、こんなから。そうやな、遅いから。とりあえずもう今日はどっかで寝よう、うん、な、こんなの晩遅くに松田神宮行ったらあかん。名工中央インター、中央インターチェンジの出口を出ます。はい、出ます。600m 道なりです。600m 道なりですって何で黙ってんねん。お前な、関西弁の名前とか欲しいな。欲しいな。東北弁とか、青森弁か。またしっかり左曲がりやとか、お父ちゃんいつも怒られてんねん。刺激つけっぱなしやねえとか。そうそう、そう、また私のツッコミ覚えてほしいな。なあ、あるらしいけどな、あの国にお金がしないけど、ここもそこ右やねえとか。おお、え、これ右かちゃうか、これ。近所ふと駐車場って書いてるけど、ね、だからここに入れるんだけど、コンビニ、そもそもさっきコンビニさと出て探そう。コンビニあるかな。大工してた、ほら、結構な、こんな置いてるファミもあんまりないけどな。これワンコーナーやで。近所ふと駐車場、名古屋市へ。あ、ここ名古屋市か。高さ行けんの？ 2.4 とかだった。あ、そうなの。そんなとこまで調べてんの。今日も木やで。あ、木や。どっちもほら金やから平日や。関東コロンでも安いな、これ、うん、はい。ほんだら1000円、平日1000円。1000円で、土日が1500円で、これや。ここ入ります。ボートベッセ名古屋。あ、レゴランドもここが駐車場。左側です。右か、レゴランドか。お疲れ様でした。はい、行きましょうか。あ、それで土日跳ね上がるんか。もうレゴランドで喜ぶような年ちゃうしな。これあのちっちゃい時からレゴランドあんまり好きじゃん。めんどくさい。賢い子は好きやったわ。そういや、うちの子みんなレゴやってるの見たことない。ない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 。変身ってやっとった。ずっと頂上か。ニャ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 ってやってたな。トイレどこやろう。坂さん、あるやろ。中で出やんない。1時間500円が出る。1時間500円やけど、ほら、最大1000円って書いてるやん。土日祝は1500円。なかなかええやんか、ね。行かれへんようにしてる？閉鎖中。3階閉鎖中や。ああ、バラバラにされると困るから。はい、到着。歩行者出口3階ですって。3階からほんならレゴランドとか行けるちゃう。え、これ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 、うん、ほら、ここや。3階から行けばレゴランド行ける。ほんで、あの、駅にも行ける。駅に行けるの。ほら、近所不動駅って書いてあるから。で、こっち、こっち。やけ、きれいかな。事前生産。うん。で、ここトイレ。もうどんな？あった。自販機あったあったあった。こっちエレベーターやから、そこだけやわ。トイレちょっと見とこう。まあ、間違いなく綺麗やろうけど。まあ、こんな感じのトイレやからね。どうやろう。各階に空あるんかな。どう、上上がってみる？あ、3階が一番上やで。それ以上上はないわ。あ、でも屋上って書いてたよな。どういう仕掛けやろ。あ、ここにもやっぱりトイレがあるわ。ここは何？うわ、ここにも自販機いっぱいあるで。これ名古屋城か。レゴや。レゴの名古屋城やって。レゴのホテル。ホテル？あれ、向こうかやん。あ、こっちおしゃれ。これうち泊まってるかな。泊まってるって大きく出たな、偉そうに。泊めさせていただいてるという。ちょっと上行きたいな。いや、おしゃれな駐車場やね。一番上はどないして行ったらええの。屋上行きましたが、屋上は真っ暗けっけっけやな。そりゃ3階から上には車行かれへんようにしてるからな。行かせる意味はないねんけど、一旦ここ3階で降りて、ここのトイレも確認。あ、ここは女と男と分かれてる。あ、そうや、
ここは連絡やからやっぱりトイレする人も多いからじゃあ、うん、こんな感じです、ね、でも高速の降り口すぐに作るってできるから高速もここに降り口作ったんか知らんけどよう考えてんな。え、リニア？リニア鉄道？そういうのもあんねんって。鉄道館やからそういう展示とか見れるところがあるちゃんと。だけじゃなかな。いやもう時間ないわどうしよう。ちょっと今日のまったりタイム。またお父ちゃんこんなん買ってるコンビニで。ほんま好きやな。まったりタイムはこれ全部お父ちゃんお父ちゃんのテイストです、はい、お父ちゃんの飲むヨーグルトこれ全部お父ちゃんこんなんばっかり買ってる困ったもんだはいおかえり飲みたいわこの氷俺のか私のまだいるあんやろコーラにいるえコーラ自販機から出たとこやろ、うん、冷たいんちゃうまったりタイムに乾杯乾杯あー美味しいここ近所ふと駐車場知れてる名古屋市営とか言ってたな深いなレゴランドができた時にここも買ったんちゃう、うん、かもしれんなでちょっとあのファミマさっきファミマ行ってきたけど、うんこのファミマ独特やった なオーナーの趣味でガンダムのこれガンダムのプラモデル、うん、売ってるねあれ売ってんねん売ってる売ってる置いてもおったな、うん、作ったやつそのファミマの行く間にフェリー、うん、あれ何フェリー言うのやろ名古屋フェリーで仙台と苫小牧を行くフェリーがちょうど出てんねんな、うん、こっから出てたんや名古屋から出てるとは聞いてるけど、うん将来あれ乗って北海道行って日本一周したいな。お前ら北海道行きたいな。うん。日本一周ってさ、うん、一口で言うけど、うん、うちの奈良からやったら神奈川とか東京とかさ茨城とか通って行って、うん、北海道まで行って、通ってこの日本海で帰ってくるっていうパターン取る人もおれば、うん、こうまあこういう感じで行く人もおるやん。うん中には北海道バーン行って北海道からビャーッと降りてくる人もおるけどどういうパターンがいいんやろな多分なこっちからこっちは行かれへんのじゃん 山で太平洋やったら太平洋ずーっと行く、うん、日本海やったら日本海ずーっと行くってしか無理なんじゃんここの駐車場レゴランドの駐車場やなまずなレゴランドの駐車場であってリニアモーターカーリニア博物館って書いてたっけ、うん、もうここの駐車場やんな、うん、なあなあ私ら小学校の頃からさリニアって聞いてるやん私ら小学校ちょっともう40年経ってんね、うん、いつになったらリニア乗れんのなんかもう乗れんのまだあかんのなんか静岡県がどこか反対してるみたいで私ら生きてる間リニア乗れんのかな、うん、別に乗りたくもないけどなあんたは車さえあったらええからな、うん、そうや飲むヨーグルト見せてんのに飲むヨーグルト飲まへんの、まあ、そのうち今使っとこれもみたいにええとこやったなこれはうんまあお金かかるけどそりゃお金かかるけど、うん、でも土日やったらな、うん、こんなとこ止めるとこないしそうそうそうだからこの辺の人は使い道だけど俺にとってはここに 前で乗り込んで、うん、熱田神宮とか行けるやんこっから熱田神宮近いの近い暇とぶしたわひつまぶしこの辺いや名古屋はひつまぶしやひつまぶしって何ひつまぶしってうな丼、うん、大きく言えば、うん、うな丼やねんけど何パターンか味変っていうのお茶漬けみたいに最後お茶漬けみたいにできる出汁で美味しいよあそうなあのうなぎがボンと乗ってるんじゃなくて、うん、うなぎがこう切られたやつが、うん私も一度しか食べたことないけど、長島スパーランドで、うん、のアウトレットのところで食べた。いいやろ、俺探してんで、この件についてどうも、この場所について。景色も綺麗な。うん、こだわってる。うん。多分、レゴとかそういう風景と加味してんのかな、うん、こだわってんな。うん。またこんなん買って、これ漫画？漫画あ、開いてないわまだ出会いや本は
その時買わんのはもう二度と出会えへんかもしれん、その本には。なんか見てへんのに買おうと思った。当たり前やん、見たらそこで読んで買わへんやんか。で作ってくれんのまた。いや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 って安いんだ俺ね、こういうの500円。480円。でもちょっと頑張るようになってきたよ、お父ちゃん料理も、うん、なあ何か頑張るよ。じゃあ今日も一日お疲れ様でした。また明日もよろしくお願いします。ということでおやすみなさい、はい、おはようございます。今日も一日元気に参りましょう。近所不動駐車場の朝はこんな感じです。現在7時です。立体駐車場の中なので昨日の晩も暖かく寝ることができました。昨日はジャックリーのバッテリーの減るのを防ぐため電気毛布は使わずに寝ましたが、こちら立体駐車場などで風もなく暖かく寝ることができました。明るくもなってきましたので今からちょっと各階を見に行きたいと思います。ここはレゴランドに続く道ですね。レゴランドのホテルが見えてきました。こちらのパーキングはレゴランドのパーキングとしても使われているみたいですね。あ、ここは今はちょっと立ち入り禁止です。そうか、最大1日無料って何のことかと思ってたら5万円以上の買い物をしたら1日分全額が無料になるみたいですね。5万円以上ってなかなかな高額やな。で昨日も綺麗やった。こちら市営の立体駐車場にしては思えないぐらいおしゃれなんですよね、外観が。屋上だけど3階から上は昨日は車入ってなかったのでどうやろう。あ、やっぱり出れないな。こちらには事前精算機あります。で、ここのトイレからぐるっと回ったところに本日車を止めてます。お父ちゃん、ただいま。せっかく名古屋に来てんからさ、名古屋モーニングを食べるぞ。おー、何でもやる。しょぼいのどれやろ。名古屋やねんからしょぼくはないやろ。近所不動駐車場さんありがとうございました。まさかこんなところに快適な駐車場があるとはな、うん、そうやな。私がいつもそのこの伊勢湾岸道、うん、通ってもうここまで来てしまったカリアパーキングエリアでもう寝ようっていうのが多いやん。だからいつも名古屋が素通りになってしまってんね。ここよかった、綺麗な、でかいな。ここな、平坦なように見えて若干傾斜はあんね。でもあの頭を上にする方に傾斜を持ってきたら、うんうん、なんてことなかったな。快適な、寝れた寝れた。じゃあモーニング行きましょうか。突撃モーニング。ほんまや、ほんまに直？直じゃないけど、これ高速。ああそうか、もうここでこう、あ、高速の人と一般の人と分かれんのか。その中で分かれんね。結局全体把握できへんかったな。8時からやね、全部開くのが。ここコンビニも開いてる言ってたわ。何時からやった？それもどこにあるのか。6時からやった。6時からやった。8時か10時じゃなかった。8時やったかな。どっちか忘れてる。これこれ。あ、もういいわ。開いてるわ、お父ちゃん。いいわ。だってもう生産あらしたもん。覚えたねえな。覚えてはんねん、賢いね。私らより賢い。そうか、コンビニもあるって言ってるけど、どこにあったのかも分からず。分からず、綺麗、なぜか綺麗って言うのだけ分かった。うん。ここの駐車場は、伊勢湾岸道、一応これは。名港中央っていうインターチェンジを降りて、すぐやったね、うん。まったりタイムの買い物してたから、ちょっと走ったけど。それではお父ちゃん、名古屋モーニングを食べるお店まで、安全運転でよろしくお願いします。はーい。今モーニングを食べてきました、うん、お父ちゃんの検索ミスです。私たちが思うような名古屋モーニングではございませんでした。とりあえずあの動画は撮ってませんので写真はこれです。でもね、お父ちゃん、あれでお値段何分やったの？知らない。320円。あ、
2人で640円。ほんならええ感じか、うん、ほんで味は良かったで、うん、味ってコーヒーの味は前行った名古屋モーニングのこれぐらいの大きいさマグカップやったやん、うん、こんなんやって。そうだな、もう私あの三口で終わったで、三口駐車料金かかるからちゃうか、必死で食べてたんちゃうか。もうお父ちゃんはな、喫茶店行ったらなんであの週刊誌と新聞持ってくるの。あれはよ、まだもったいない。コインパーキングでさ30分100円払うねんから、さっさと食べてさっさと出ようや。でさっさと出てきました。動画撮ろうかどうしようか迷ったんやけど、あっこのお店も3月の30日で閉めんねんて。ああ珍しいな。うん、だってもうおっちゃん一人やったもんな。開けた時にあこれは違うと思って。でお父ちゃんがさなんか検索でさボンゴレ食べたい言うたけど、ボンゴレもう終わっとったやん、もうメニューからマジックで消えてた。今回は名古屋モーニングと言いながらも普通の喫茶店でした。次は熱田神宮にも向かいます、はい、それでは熱田神宮までお父ちゃん安全運転でよろしくお願いします。おーはーい、はーい。熱田神宮南門に到着しました。今から参拝に行きます。行き方はどうなんやろか。さっき西門、あやっぱり西門でもよかったんちゃん。ここ、こう通って、ここにナビ設定しちゃったから来たけど。第一鳥居やから、でもこれ第一鳥居やから、うん、ここ本通りみたいで。うん、あ、第二鳥居、第三鳥居。絶対いらんことすんなよっていう道があるみたいな。これ、ここは絶対写真撮ったらあかんって、噂で聞いた。心の小道、まあ、これが一番ね、うち、なんかすごいとこみたいなか。一の御前、うん。ここの道は、うん、あかんって。ほんならこれをまっすぐ行ったら一員、いいんか。うん、そう。ここに置いてある。あれ三種の神儀って読むの。神儀。じゃあまっすぐ行きましょうか。三種の神儀っていうのがあってな、うん、日本神話に基づくと、八田の鏡と草薙の剣と、うん、で八坂の勾玉なんか3つあって、ああ、八田の鏡が伊勢神宮、うん、草薙の剣が、うん、熱田神宮、うん、で八坂の勾玉っていうのが、うん、これが皇居らしいね。ああ、それでお父ちゃんここ来たいって言い出してやる。もう一回位置があれかな、かな伊勢とかそれだけの家に、で今日皇居もそれだけ家に行こうか。一応皇居も行ってんねんけど、これ1個目にしようだから。これ1個目熱田神宮でこの勾玉見た、見てないけど、見られへんねんけど、はいはいはい、見られへんけど、ね、あるかどうかもまだわからんらしいけどな。いやでもさ、うん、天皇陛下とか内緒やねん、内緒やねん、予想やで、予想でここにあるっていう、うん、世間の予想やこれは、うん、らしい、はい、らしいで、ほんまかとかしなくて。これが二の鳥居やな。で奥に見えてんのが三の鳥居。右手で手酌を持って、はい、たっぷりと水を汲み、はい、と左手を清めます、はい、うん、お前らそんなも知らんのかって。右手も洗うな。左手に下を持ち替えて、はい、右手を清めます。再び、右手に持ち、はい、左手で水を受け口をすすぎますって。口はいい、フリ、そのフリだけでしょ。はい、ほんで試着にちょうど口つけないでください。改めて左手を清めます。もう一回つけないでくださいって何を。手で受けて、手で受けて口洗えと。ああそういうことだ、うん、ほんで改めて左を洗え、もう一回左洗えと。口入れたから右手で持って左手、ちょっと左手を洗えと。ほんで残った水で絵を洗えと。こうか、うん、もう残ってない。神話と歴史でたどる熱田神宮1900年の歴史。私らがさっき言ったやつちゃうの。書いてくれて。草薙の御剣が祀ってると。ちょっと前を通んなって。神宮神器やね。神器とも言う。神器とも言うって書いてたで。洗濯機とか掃除機。それを。三種の神器、炊飯器やろ。炊飯器。冷蔵庫と炊飯器と洗濯機やったっけ。忘れた。もう今そんなん書くかいな。はい次行くよ。弥生時代から古墳、もう次行ってんで。弥生時代から古墳時代の頃に行ってんで、お父ちゃん。はい飛鳥時代の頃、平安時代前期。あ平安時代で前期と後期に分けてる。あこれ源頼朝ちゃうの。頼朝さんやな。牛若丸、あそこも行ったな。あたかの関も、あたかの席、お父ちゃん感動してんな。もう泣きそうなぐらい感動してんな、あのお話に。
偉いさんに感動する。南北朝の頃。これもうちの近所やろ。え、南北朝そう。あ、そうか。ラッキーすごいな。南北、え、南北朝って吉野？吉野。五条やったっけ？吉野行こうよ。私の関東。織田信長、安土桃山、豊臣秀吉、江戸時代に来て徳川家康、江戸時代がこっからずっと続くねんな、江戸時代がな。ここはどこ？ピアノ。あ、桑名宿。桑名にもあの宿場町あってんや。あったので今はないのか。ありそうやな。でもね、まあ関宿があるからな、あの近くには。明治維新、大正、大和武尊の御事、1800年祭、戦後の復興、平成の、そして令和の新時代へ。 OK。 では次、第三の鳥居、御朱印を書いていただきました。おいや、これいいやん、熱田神宮。割と伊勢神宮もそうやけど、有名なところは、有名なところは簡素やな。簡素やな。って言ったら簡単、簡単、簡単。あ、ちゃうな、なんて言うんだろう、なんて言うの。お寺の方がすごいな。すごいな、すごいな。インスタグラムもやってんで、うん、すごい ね、 ね、時代だね、うん、時代で。神さんも時代やな。この小道を進みますと、水津茶の湧き水に通じます。古くから熱田大神が絶世の美女と歌われて、陽気陽気となったと言い伝えがあり、浮世水様は今もなお目や肌が美しくなるという信仰が伝わります。私綺麗なるかな、うんうん、肌も綺麗なるかな。もう絶対なるで。わからへんわよ。注射こんにちは。じゃあ、まあ進みます、うん、はどう回んん。ここまではいいって言ってくれはってんな。そうそう、これより先は撮影は禁止だから。禁止。あ、新鮮な。ワンちゃんもダメやって、うん、ワンちゃんも罰。まあ飲食は当たり前や、タバコも。熱田神宮さん、ありがとうございました。朝早かったけど熱田神宮に行っといてよかったな。よかった。無料の駐車場があったからそこ止めれたけど、うん、今何時や、10時20分、うん、今の時間やったらもう満車で、近くのコインパーキングまで満車やったね。あの外国の方って朝の早くから活動的やな、うん、びっくりした。朝なんか行った時全然日本語聞こえへんかったな。おいらが外国人日本に来てんのか外国でお参りに来てんのかようわからんぐらいや。熱田神宮っていろんなところに駐車場あるからなかなかいいよね。熱田神宮の中にさえ止めれれば無料です。次は大須商店街まで。安全運転でよろしくお願いします。はい。ぐるぐる迷ったあげく、ここが一番安いであろう。1時間220円やから。さあ行きましょうか。ここに人が行列してる。旅行行ったらいつも唐揚げ食べてない。私唐揚げ美味しいやんか。マークは10円。あれやろ、どら焼きっていうかたい焼きちゃうの。海鮮の、いや、もっとなんかもっとカリカリして美味しいの。なんか砂糖かなんか混ざってんな。ちょっとカリカリしてるの美味しいな。あ、そうなんかな。ホットケーキですわ、うん、で台湾屋台が多い、多いな、うん、で古着屋さんが多いね、ここね。スカジャンって今でも言うんかな。それも売ってるの多いし、